新谷しほみは日本の女子スピードスケート選手である。筑波大学体育専門学群卒。156センチメートル51キログラム。現生は過密。長野県上稲郡宮田村出身。兄は長野県の中学校教師で社会科を教えている。小学2年生の時、父が経営するクラブでスケートを始める。1995年の全国。 中学校スケート大会で500メートル1000メートルの2冠を達成。多くのスポーツ名門校からの誘いを蹴り、スポーツ界では無名だった稲北高校に進学。1996.97年の高校総体500メートルを連覇。筑波大学進学後も学生スプリント2年連続完全制覇など、学生タイトルを総なめにする。卒業後、竹村製作所へ入社。 2003から04には全日本スピードスケート距離別選手権大会2冠、全日本スプリントスピードスケート選手権大会総合優勝を成し遂げ W 杯でも 500m で2勝を挙げたこのシーズンより設けられた 100m では初代女王に輝いた2008から09の第35回全日本スプリントでも2度目の日本一になった二0九年十二月の バンクーバーオリンピック選考会500メートルで4位となり30歳を超えて年間の冬季五輪出場権を手にしたが本大会では14位だった2010年3月に引退2011年7月に結婚同年8月末で竹村製作所を退社した筑波大学新谷志穂美選手応援サイトありがとうございます